歌舞伎や狂言の小道具として和傘は欠かせない存在と言える和傘が登場する歌舞伎の名演目を一つ挙げるとすれば通称白波五人男だろう盗賊五人組が稲瀬川にそろい番傘を手に大見えを切る場面が有名である山形市では伝統工芸品 山形和傘の製作が最盛期を迎えた唯一の職人である古内清さん68歳が後継者の女性と共に天日干しなどの作業に取り組んでいる主な種類は晩傘座の目傘浮世絵傘で今年は山形花傘祭りで使われる踊り傘の注文も入っているという。 こちらは洋傘を用いた観光の仕掛けだだそう綾瀬祭りが開かれている長井市の綾目公園では空中に色とりどりの傘を飾ったアンブレラスカイが来場者を出迎えてくれる約130本の傘を約5メートルの高さに吊るしており SNS 映えを意識して初めて企画した。 梅雨空の合間を縫って日が差し込むと青や赤黄など鮮やかな光の影が地面に降り注いでくるもちろん祭りの主役は美しい花を咲かせた花勝負であるただ青ぎ見る傘は憂鬱なコロナ禍から人々を守っているようにも見え晴れやかな気分にさせてくれた